ピックアップ声ボンヌはいということで今回のピックアップ声ボンヌのコーナーは声優の山口のりこさんでよかったっけはいはいでございますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします山口さんはね今ねあの普段は主婦でいらっしゃってねそうです週末声優みたいなねそうですねできる時間にそうそうそう限られてんだよねうんでも あのー、ちょっとこの「恋文」のね声本の企画始まる前からね、はい、あの j a トでうちの方でいろいろ作品に参加してもらったりしてましたけども、はい、ここに来てね急激にまたちょっと活動が活発になってはいいあありがとうございます、ええ、で、あのー、本当にお子さんがまだお、えー、いくつでしたっけ 今は下が5歳で、上が8歳になりました。小学生と幼稚園児です。すごい。山口さん、結構華奢なのに。いや、もう普段はパワフルにやってます。パワフルにやって。昔保育士もやってたので。そうだ。そうなんです。もう、ね、みんなに家と外と、まあ、違うというか。まあ、家でもね、最近はもうだいぶパワフルにやらないと、子供に負けちゃうので。ええ、すごい。そうなんだ。 <laughs> すごいあのね本当に細いというかあのすごいやっぱり女性ってすごいよねもうね抱っこしたりとか日常散漫事なのでね、うん、あえ <laughs> えっと男の子？いや上が男で下が女の子なんですけど<ー>5歳はやっぱり2番目なんで甘えん坊で未だに抱っこ抱っこ行ってくるんで、うん、あそう。 鍛えてないとか。あ、そう。ええ <laughs>、はい、いいな、でも五歳、え、下が上が五歳。上は八歳。上が八歳,歳で、が歳で下が五歳。まだでも、まあ、本当に可愛いよね。そうですね。 あそうなんだすごんかでもそれをねあの本当にあのちゃんとこう家庭もおありになりながらあのこういったねプロの作品に参加していくってこうどうですか<あ>ご自身でやっててあ。でもそれぞれまた違う世界があるので、うん、メリハリがついて楽しいですね。なるほど しかもあれですもんね、まああれですもんね。僕が作品選んでるから、あのあなんかすごい人ごみたいにやってますけど、まあちょっと子供さんのね、あの読み聞かせに使えそうな作品を僕はちょっと選んでね、あのヘンヘンゼルヘンゼルだっけ、ヘンデルだっけあれ、ヘンゼルとグレーテルあとなんだっけ今までやったの、えっと今あの収録した子供の好きな神様ってニミ南吉さんのお話なんですけど初めて実は知りましてやっぱ今月ね。 っていうイメージはあったんですけど他の作品は知らなかったので今回あの。 朗読できてよかったです。あ、そうすか。はい。新美南吉さんって、やっぱ権現知念が有名なんだ。そうだと思うんですけど、もっともっとね、本を読んでる方はもっと知ってらっしゃるかもしれないですけど。でも、まあ、メジャーっていうことは大事。そうですね。そっか、あの新美南吉さんのね、本がね、最近すごい、あの、他の人にも言ってるんですけど、新美南吉の本ばっかり読んでるんですよ。そうなんですか。めっちゃ面白い。んでじゃ、あちょっと、他も気になります。ね丘の上の銅像っていう作品がね、ちょっと、最近特に気になってるんですけど。じゃ、あちょっと、あの、本という。 図書館で見てみます、うん、図書館でもそうだし青空文庫でも読めるから、はい、あそうですかじゃあぜひ読んでみますそれでめっちゃ面白いですよへ、えーうわーっていう,こ,うこの時代にこんなこと考えてたんだっていうなんかうん そそんんなな気がしてうですごい分かりやすい大人でもねちょっとぐっとくる話があああじゃあ読んでみてよかったら子供にもちょっと読みたい上の子は結構難しい話もよく分かるので今回私が読んでたら「こここうした方がいいんじゃない?」とか教えてくれて「私ここあれどうなんだろう?」って言って「そこはこうだよ」とか教えてくれてもう8歳ともなると私の方が「ありがとう」みたいないいねこれはねちょっと僕自身の話なんですけど僕の兄がねはい あの高学歴なんですよ、ね、あ<ー>あの高校がラサールっていう有名な高校でで東大で現役で合、ま、格、あ、<ー>してってで、まあ、これちょっと悲しい話ですけど僕は親,、はい、あの親が3歳で離婚してあ<ー>で、まあ、兄貴は当然まあ小学校4年ぐらいの時なんですけども。うん 母親がねある意味いた頃というかとても童話の漫画とか当時なかったんで小説結局地頭っていうのがすうやっぱり人生って大事で学歴っていうよりは結果論としてはね地頭が大事なんですけどやっぱり勉強しようと思った時に入ってくる要はハードディスクの量というかねメモリーの大きさが がね、ものすごいあって、うん、あ,あの、やっぱり、その、僕の兄貴は、やっぱね、あの。 ちっちゃい時にねいっぱい本読んでたからいざ勉強に目覚めた時のねパワーがすごかったんですよ。はたまた僕はね全然本読んでこなかったんで顕著に人生に差が出ましたからそそそうううだからこういうボイスブックっていう形で本を読むのが苦手な子が例えばいたとしても耳と目で入れるっていうか子供の時ってどっちが正しいかってわかんないから本当なんかね ぜひ、ね、あのお子さんにこう、はい、いろんなこう作品を、ねうね、あの知っていただきたいなっていうのは本当にあります。だから あのうちって結構そのほらあのザ芸能っていうことじゃないじゃないですか <laughs>、はい、だからこういろいろ段あの日常的に社会の中でね、うん、あの生活をしている方がこうやってこうエンターテインメントプロのことをやるカルチャーじゃなくてプロのことをやるっていうことがすごいやりがいというか、はい、僕はそれでやってるんで、うんはい、その方がサプライズ感あるじゃないですかだからそういう意味で日常にやっぱり生かしてほしいっていうのがやっぱりとてもあるんですよね。うん、はい、うん 山口さんもねまたちょっとこれから忙しくなってしばらくお休みにね春ぐらいかなっちゃいますけどもぜひねこういうせっかくですから読み聞かせっていうかこの作品撮りとかしなくてもね続けてていいいたただきなっううそですね図書館は本当子供がちっちゃい頃から2週間に1回行こうって言って今も行き続けてるんですけど。 絶対いいすよ活字に触れる漫画でも今はいいんですけど想像力を養ったりねとにかく物語に触れるっていうのは子どもさんにとってむちお兄ちゃんは本当そのおかげで夏休みとかも図書館の本とか結構児童文学的なのを8冊ぐらいばーって読んじゃってやっぱり小さい頃から読んでると違うなと思いました。はい なんかね、うんあのー、これメンタリスト大吾のねなんか動画かなんかで見たんだけど、うんあのー、あれらしいですよあの親の遺伝とかってあんまり将来って関係ないらしくて、うんあのー、親の教育もあんまり実は関係ないらしくて。うん 基本的には親親の教育じゃななくて親が与えた環境らしいんですよあなるほど,なるほど一番重要なのは環境なんでんまあどんな貧乏な家庭であってもねそれはもちろんその裕福な家庭の方がいろんな情報だったりいろんなそのいい塾に通わせてあげたりとかいろんなことできるんですけども要はそ,のそうじゃない人たちの方が大多数なわけじゃないですか、はい、でそうじゃない人たちがじゃあどうやってお子さんをねすごい風に育ててきかっていったらそれはやっぱり工夫なんですよね。あそそううですよね やってそのじゃあ図書館にうん、うん、図書館って誰でも入れるわけじゃないですか本当そうですよそう誰でも無料で入れて無料で本借りられるのに、うんはい、ほとんどの日行かないわけですよってことはこれ最高のチャンスなんですよね。ねそうですよね、うん、そうだからやっぱりそのなんか 図書館みたいなそうねあの市なり管が用意してる無料のツールっていうのは絶対使った方がいいよね。本当宝のだと思いますでそういうとこに行ってたおかげでほら不良にもなんないかもしれない。で山口さんはこれからもうずっとこうあれですか声のことはやっていきたいなみたいには思ってるんですかやっってていいいきたと思ますは まあなんかちらでねまたなんかあのこの小説にも絡んでいただければなと思いますし、あのぜひあのブログとかね、あの子育て奮闘記をぜひ始めていただいて、でその中でね、あのこの自分の作品も含め、あの他の声本の作品もね、紹介しててもらうようなこともやっていただけたら、そうですね、あの売上のバックが入ります。はい。 なんかそこの前意味不明にね全然知らない人が買ってくれてたけそうですねブログからかなわからないんですけどブログは書いてるんですけどあっほんはいそうそうそういったね誰が見てるかわかんないこれが今の世界なんですよもしかしたらほら日本語を勉強しようと思ってる外国人の方が買う可能性だってあるしそうですねそう急に日本のおとぎ話聞きたくなったっつってね本当にねあの あのこれ大皆さん大事なんですけど私の声なんて僕の声なんてとかね僕なんて私なんてじゃないんですよね、はい、あの必ずその人のことをね好きな人っていうのがいるんですよ、はい、うん,うんあのどんな声だろうとうあのねどんな外見だろうと <laughs> <laughs> その人のことが好きな人ってのは今必ずいますだからそこでね誰が見てるかわかんないと思って、ねはい、その時ベストな 状態でやるっていうのが一番大事ですよね。はい。うん。そうですね。またね、あの、子育て落ち着いて、いろんなものが自由になるようになったらね。はい。また、本当に精力的にも活動していただきたいな。とそうですね。はい。それもね、お子さんがしっかりしてれば。はい。国内未来になるでしょう。はい。はい。はい。で、まさか三人目考えて。いや、いや、いや。もう、もう、もう大丈夫です。もう、二人ってね、今の時代、結構二人ってのも大変だよね。そうですね。もうちょっと若かったら三人いたかもしれない。 ちなみに今年齢って年齢ちょっと秘密であ秘密ここでは秘密で, <laughs> ここで秘密なるほどねはいそうなんですあのでも本当にねまだまだお若い、はい、ねこれからまだまだ本当は3人目4人目埋めるんじゃないかっていう。<laughs> いい,えい,い、ね そうそう、もっとね、子育て支援ね、はい、あの国がなんとかしてくれりゃいい,いう。うん、本当ですね。<laughs> そうそうそう、それってさ、あの主婦の方がいろんなさ、あの自由な活動をすると、また経済も活性化しますもんね。うんそうですね。うそう、ね、家に閉じこもりっぱなしなて、ね。本当に。う,ん,うん。え、ママ友とかいるんですか。ママ友いますよ。えママ友で、<laughs> はい、ちなみに、こう、山口さんからしてみてね。はい。あ、なんか面白そうな趣味やってる人いるなとかって人います。 趣味でもみんな普通に子育てしながらも結構お料理とかお菓子とかやっぱりやったり、うん、お料理教室とか開いてみたりとか<ー>みんな精力的にやってるなぁと思って<ー>ママだからできないんじゃなくて、えー、ママだからできるこ,そことをやってるっていうのがすごいなと思いましねだから これぐらいになって、うん、できないことっていうのはやっぱりあるなって自分で思っちゃったんですけどうん、うん、でも逆にできることっていうのもあるんだなっていうのをママ友に教わりました。 そうだよねあの人間の思考って何々があるからできないっていうのをやらない理由の言い訳のツールはあなんです子供が小さいから何々ができないとかどこどこ行けないって思っちゃうとすごい限られちゃうんですけどママ友が本当にそうやってやってるのを見てみんな生き生きと楽しそうにやってるなってちょっとハッとさせられました。子供がいるるからでき 家族がいるからできるっていう。うこの発想に転換できるってね。本当に確かに。でもそれ本当にそれこそ環境というかさ。周りにそういう人がもしね。はい、あのいてくれるとあのそうなのかなと思えるし、あのそういう人じゃないね。 ネガティブ集団みたいなとこにいると最近は子供と一緒に演劇を見るっていうのにもちょっと入りましてそれも年に4回なんですけど子供と一緒にママたちが劇を見るっていう回でそれもいい機会でちょうどいいきっかけになりましたそういうのもなかなか子供がいると難しい劇とかうるさくしちゃダメだったりとかいけないんですけどそこはもう子供のためにやってくれる劇団を選んでるので。 おーなるほどとても素敵ですそういうのいいなやっぱり結局さ生きがいになってるのってそこの根底はエンターテインメントってことだよそうですねそして子供通じて演劇にも出会うことができてもうなんか私の人生やっぱりそこにあるのかなって思いましたはい。それは楽しいなはい。そうなんだよねだからその発想なんだよね発想の転換っていうかさ騒ぐからダメじゃなくて騒いでもあのたのい ワ会で一緒に盛り上がれる演劇を作ればいいわけだもんね。本当に。そうだから本当にそのクリエイティブしていくってそういうことなんだよね。ああいいね。なんかそういうこと聞くとなんかやっぱり希望が持てるね。うん。そっかそっか。いいな。なんか日常にいろんな発見があって。そうですね。わかりました。はい。山本さんじゃああのちょっとリスナーの方に向けてなんかそういった元気なねあのパワフル主婦であり声優である。 あのよく、はい、さんでちょっとパワーをね、はい、ちょっとこう電波とネットワークを通じてちょっと伝えてみていただけますか。はい、はい。えっと皆さんいろいろ毎日大変なこともあるかと思いますけど、そこを。 かえってててプラスにして楽し楽く生ききいいけるこことととができたら素敵なことだと思います。私も結構やっぱり子供がいることでああもう声の活動できないオーディションも行けないって思ってた時期があったんですけどでもやっぱり子供がいて新たに自分であの成長できた部分もあるのでやっぱり今あるものを生かして前に進んでいけたらいいことだと思います。 いやめちゃめちゃいいこと言いましたね。いやこれは元気もらうね。えーはいやい、はい、こういうの多くの人に聞いてもらいたいんだよね。よかったです、うんあの。ラジオでもこのコーナー紹介しますから、はい、<う>よろしくお願いします。ね、沖縄県那覇市並びにあの、ね、全世界のアプリで聞いていただけるように、はいはい、この主婦の生の主婦だからこそね <laughs> こう生々しい、ね、本当にリアルな現実ですこれが。本当にこれは明るい現実だと思いますよね。うん うん。でお子さんもそれですくすくね、はい、育ちますから母親が楽しい思いしてたらね、うん、そうですねそうだよ間違いない、うん、なんかね本当時代変わってきたね <laughs> <laughs> 変えていけたらいいですね、はいはい、これからもね、はい、そういうことで一緒に変えていけたらなと思いますのではい田本さんありがとうございましたはいありがとうございました、はい